必殺技ウェイ。はいどうも、北舞です。今日も京都的ハ、今回はまあキットを使っていくんですけど、キットめちゃめちゃかっこよくない？まあ僕違うゲームでも結構キットたまに使ってたんですけど、マジでね、てかね、そもそも声がかっこいい、声がかっこよすぎて、てか初登場のアニメの原作でもさ、初登場の時ってキットなんかめっちゃかっこよくなった、まあ、めっちゃかっこよかったよね。まあ今でも再登場して、まあめちゃめちゃそれはネタバレになるんで言えないですけど、まあめちゃめちゃかっこいいよね。もうなんかもう、あ、まあなんかどこまで行ったらいいのかわからないから、なんか言うのやめるけど、すごいすごいごいごいかっこいいみたいな、もうこういうスキルとかもかっこいいし、マジでキットかっこいいと思うの僕だけですか？いや、そんなん俺が言わなくても多分みんな魅力わかってると思うから何も言わねえわ。うわ、かっこいいなマジで。まあね、こっからね、まあいろんなキャラ使っていくんですけど、まあ今作から、まあ前作はキット出てなかったんで、まあ今回はねキット使っていくんですけど、いいね。通常の破壊力がやっぱパワータイプだけあってすごいね、破壊力抜群、敵を500人ぶっ飛ばせ。舐めやがってよ、そんなミッションなんて500人なんて一瞬だぞ。あい、もう6人もう8人9人10人もう150人、イエーイ。やっぱ話すことないって、無双ゲームってさ、みんな何話してんだろうね。いろいろな配信者さん俺いつも見てるんですけど、ゲーム実況者、ゲーム実況者さんをまあ主に、まあなんか話すことなさすぎて、俺のトーク力がないのはまあ原因なんだけど、難しいな。ウェイ、かっこよすぎだろ。おいちょ、キットマジで好きだな、かっこよすぎだろこれ。ウェイ、まあステージはドレスローズということでね、別にこれドレスローズのあれってわけじゃないから、みんなそれはあれだから、トレジャーログって言って、まあ別に原作再現はしてない、原作再現じゃなく、まあ普通のやつですね。サンジめっちゃ言われとるやん。ホワタ、本気モード。おい、ブルーの出現のやつ邪魔だよ。ブルーのごときが邪魔すんな、ブルーのごときが邪魔すんな、一回解除しよう。これさ、ほら、このマップすごくない？これ2階とかあるわけよ。階段で上登れるわけ。右、マップの右上見てくれる？あそこで、あの、海賊無双では初めてかな、こういう、2階とか。前作は1個もなかったんですよ。てか、ステージが大体同じだったから、まあ、こんな風にはなってなかったんだけど。永遠ループコンボ！強すぎ。でもやっぱパワータイプって、やっぱパワーすごいなって思う。そう、ここで階段登るとマップが2階になるんだよね。あ、今2階にいるんだ。ほら、1階になったの、マップが。すごない。すごない。ウェイ、ほーっと、ほっと、ほっと、ほっと、わっと、とっと、わっと、暴れまくるぜ。おっと、あー、うわー、うわー、来ちゃったー、ひー、ほーい、はー、はー、必殺技。ウェイ、あまり必殺技は爽快感ないけどね。これキットとかって他の技も出てくるのかな。いや、そもそもさ、技が少ないキャラクターたちってどうなってんだろうね。技最初の初期4つしかないのかな。そこら辺ちょっとまだわかんないですけど、ごめんなさい、そこら辺わかんなくてごめんなさい。あと400、ん、あと何人倒せばいいんだ。おっと、うわ、ちょ、こわった、こわった、おい、あた、うぅ、またジャブラ、CP9 多いな。ジャブラどこ行った？ジャブラ上か。ここを奪おうとは愚かな。終わった。ジャブラね、なんかね、なんかめっちゃ絶対にさ、普通にやれば強いのにさ、なんか騙し討ちばっかしちゃってさ、なんかさ、騙し討ちに意識しすぎてさ、戦闘をうまく発揮できなかった感が強くない？なんかそれ俺だけですか？必殺！まあ強いかどうかはさておき、まあ破壊力は抜群ですね。じゃ通常攻撃のリーチが長いのかな、これにやる。一回外してみようか。
あ、同じことやっても別に外れるわけじゃないか。クソ無駄なことした。もうブルーノといえばもう撤回、撤回しか俺はイメージないぞ。お前よ、撤回しかイメージないぞ。ギアセカンドの犠牲者が、おっと本気モード。痛い痛い痛い、どこどこどこ、ブルーノ痛い痛い痛い。バージスさりげに、あ、バリズス味方か。ここでいいね、当たったか分かんないけど、当たってないな、たくさんない。おっとサボ、あた、じゃあみんな思ったこと言っていい？あのサボがメラメラの実食うときさ、え、それ本物じゃない、絶対本物じゃないよって思った人いなかった？俺これ何回も思ってんだけど。それやめて、サボ絶対それ毒だよ、お前再登場してそれはやばいってって思ったら全然本物だった。ちゃんと本物用意してると思わなかった。え、思った人多分8割はいたと思うんだよ、ね、それ絶対本物じゃないから気をつけてくれサボーって、絶対それは本物じゃない。ルッチかサボ、どっちでもいいんだ。待って、ドレスローザのあのオープンとしたところ行こう。目標付近に到着した。1階か。おい、戦闘までまたややこしくすんな。ややこしくすな。ていうか俺席すごいんだけど、どうすればいいですか。行くぜ、ドレスローザのステージへ。闘技場へレッツゴー。ルッチがいたぜ。おわた、ここだ。うわー、ルッチいいね、こうやってちゃんとこうなるの。毒王冠、ほだー、やばい、ルッチ強いな。一旦離れよう。乱脚、乱脚にもさ進化バージョンある。ちょっと名前とか覚えてないけどさ、名技名とか。戦闘丸、お前だけは嫌いだ、なぜか嫌いだ、この野郎、この野郎。おらおら、何も話すことないからオラオラばっか言っとくわ。おだー、待って、今話したよね、そういう技もあるのか。ちゃんと再現されててよかったわ。おら、ルッチョ、おら、うわ、敵対象ガープ、カクもいるやん。というかサリゲ、お前いつの間に現れた、カク、おい、カク、お前はいつの間に現れたんだよ。 CP9 総揃いじゃない。まあまあ全然他にもいるけどさ、あのなんかなんていうの、そのあのね、主要のね、前作にもいた人たちばっかなんていうか、カクとかルッチとかジャブラとかブルーノとか。プレイアブルはできないんだけどね、 CP9 って大体プレイアブルキャラにはなんないんだけど。おー、だだだだー、すごいのね、ありがとうレベッカ、すぐに挽回してやる。おわすごいさ、核のさ、資格なのに資格なし。その程度の覚悟じゃ勝てねえよ。おらザコどもに格の違いを見せつけてやる。クロコダイルかっこいいけどな、守りてえものはしっかり守りたがれ、守りたがれじゃない、守りやがれ。ほら、空中でもさ使える特殊技っていいよね。あ、うん、サボ味方になった。危ない、大砲投げてくる。あー、原骨流星群、あ、これでも技つくんだ。あ、でもこっちのがでかくなるのかな、こっちのがでかいんだ、なるほどね。痛い、おわだー、これが最大なのかな、大きさ。うわー、うわららら、うわー、喋ることない、やばい、話しちゃった。ここで必殺技でも打つか。クライカップ、これで終わりだ。最後無言っていう、最後無言っていうね、まさか。はい、ということでね、今日の動画でキットを使っていったんですけど、
めちゃめちゃやっぱ楽しいわ、海賊無双。なんかね、前作もやったんですけど、発売される前に、まあ動画見てくれた方ならわかると思うんですけど、なんかね、違うんだよね、楽しい、ずっとできる。やっぱね、アップグレードしたかわかんないけど、マジでいろいろできる。これから多分プレイアブルキャラどんどん増えていくんで、また、まあね、次回は藤虎とか、前回さ、藤虎最強キャラだったじゃん、間違いなく。だから他にはね、カタクリとかも出てきたら使っていきたいと思います。ビッグマムとかリンリンとかね、ビッグマムとかリンリンじゃない、リンリンとかさ、カイドウとかも楽しみですわ。まあということで、まあ今日の動画は終わりたいと思うんですけど、まあね、これからどんどん海賊無双の動画と、まあバウンティーラッシュの動画も並行して、まあしっかり上げていきたいと思います。俺的にはっていうかさ、スカイタイプがめちゃめちゃ強いと思うんだけど。俺キャベンディッシュ極みたいわ。キャベンディッシュの声優さん好きなんだよね。アスランザランとか言ってさ。絶対違う。カツラじゃない、ズラだじゃない、ズラじゃない、カツラだとかさ、めちゃめちゃ俺好きな声優。じゃあさ、声優さんがね、やっぱ豪華よ。ワンピース最高よ。なんか最高ということでね、今日の動画終わります。ぜひよかったら、この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。